の STU48 のもっと STU! イエーイ！はい、STU48 2期生のリセモモカです。よろしくお願いします。ももちゃん。はい、2期生のみほりんこと田中みほです。よろしくお願いします。みほりん。はい。久しぶりでね、緊張してるの。はい、今回は、晴れまち TV のスタジオではなく、広島からお届けしています。公式ホームページの応援フォームに寄せられたリクエストに答えていく番組です。イオンモールの岡山の公式ホームページ、晴れまち TV から、ウェブ配信、世界配信されているので、世界配信もしかしたら、いろんな国の方々見てくださってるかもしれないな、ね。そう、最近は、どうですか？どうですか？なんか、そう。ね、なんか、あんまりなんか最近なんか久々に会った気がする。うん、確かに。だから、うん、そうなんか、なんかいつの間にかなんかももちゃんがちょっと大人っぽくなってる気がして。嘘だ。すごいなんか、お姉さんになったねってなんか親心みたいな。そう、さっきね、始まる前に言ってくれて。そうそうそう。なんか大人っぽくなりましたよね。うん、でも、前回、めちゃくちゃ初期の方に私が出演させていただいたので。うんうん。誰とやった？すごい。マヒナさんとやって、うん、その時すごいリードしてもらって、そうね、なので今日はね、ちょっと前回より話せるように、ね、頑張りたい。頑張りましょう。はい。ではね、うん、いつもの。はい。じゃあいつもの。質問の。はい。始めていきましょうか。皆さんからね、いただいた質問を読んでいきたいと思うんですけど、はい、ランダムで。おぉ。じゃあ、ももちゃんから選んでもらおうかな。じゃ、こんな感じで、うん、ストップ、紙があるんですけど。いきます。言って。ストップ。はい。はい。どこだ？待って、難しいこれ。最近何か、うんうん、あ、見た映画は、最近何か映画を見ましたか？いっちゃんさんから。ありがとうございます。ありがとうございます、いっちゃんさん。おぉ。最近見た映画、あら、一個ある。お。これは一個クッキーね。お。いいね、私も。あるあるよ。一応書いてる。1個しか見てないんだよね。1個。え、お、はい、書けた？書けました。何ですか？いきます。はい。じゃん！ボスベイビー。おぉ、見たことないかも。絵はわかる？うん、なんか赤ちゃんがなんか、ね、かっこいい赤ちゃんじゃない？あ、そうそうそう、頭のいい赤ちゃん。あ、選ばれた赤ちゃんのお話なんですけど、うんうんうん、最初の1の方も見て、うん、可愛すぎて、2番もちょっと見に行きました。うん、おー。あ、いいね、お題も。あ、お題もね。忘れてた。お題は、最近何か映画見ましたか？映画見ました。いっちゃんですかね。バイいっちゃん。バイいっちゃんね。うん。はい。映画か。また見たいな、なんか。ねえ、なんか見に行くのは楽しいよね、あの空気感で。うん。その場に行くの大事だよね。うん。なんか絶対ポップコーンの L サイズ食べないと違うんだよね。わかる。M じゃ足りない。M じゃ足りないの。そう。見よったらそうそう。そう、L でも大体なんか3分の2ぐらいだよ、これは。うん。ね。ほんと。お。いっちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私、田中も、行こうかな。私は、こちら。はい。普段、コンフィデンスマン。おー、なんかかっこいい。そうね。これはですね、長澤まさみさんのところが出てる、すごいなんかちょっと詐欺師の方の、すごい面白い話で、なんかハラハラドキドキするけど、いつもなんか結局なんか笑って終わるみたいな。いいね、なんか最後がさ、うん、平和の方が。そうそうそう。やっぱハッピーエンドがいいけ。悲しいとシュンってなっちゃうので。ですね。なんで。それでもなんか見てる内容の差がすごいね。なんか、まだここはお子ちゃまだね。若干、かわいいですね。そう、ちょっともうちょっと大人っぽいの見たらよかった。けど本当に面白かったの。
じゃあ今度は私も見てみようと思います。うん。あ、じゃあ、続きまして、うん、じゃあ次私が行きますね。はい。行きます。ストップ。はい、これにしよう。瀬戸内グルメで美味しかったものを教えてください。いつか巡ってみたいので、バイ、ケイゴさん。ケイゴさん。ありがとうございます。瀬戸内グルメ。瀬戸内グルメ。なんやろ、瀬戸内美味しいものいっぱいあるけど。そうだね。瀬戸内だから、他の県とかもいいの、ね、山口とか。四国とか。四国とか、どうですか、ある。そうね。でも、うん。高知が入ってないから。あ、そっか。そう。ギリ。で、愛媛、うん、公演した時に、うん。あんまり食べるに行けなくて、うん。時間の問題で。そうね。なので、そう、愛媛の鯛めしとかも食べたかったんだけど、食べたい、食べれなかった。あで、ね、うん、あ、これテーマです。お先に答えどうぞ。はい。あるもんな、私も食べること好きなんで、ね、はい。お、めっちゃシンプルイズ。シンプルね。どうですか。いきます。はい。じゃーん、フグ。おお、人生で一回も食べたことなかったんだけど、うん、そう、ファンの方の協力のおかげ、うん、おで、すごいファンの方のおかげで、フグをいただくことができたんだけど、うん、それを配信とかで一緒に食べて、うん、すごい美味しくて、なんか、うまいこと、なんか、あ、確かに、ね。食感がすごい、うん、なんか新鮮な感じがして、うんうん、これ刺身とかもいつも好きだから、うんうん、フグもめちゃくちゃ美味しくて。うわ、ん、ぁ。そう。なんかね、うん、シンプルだけど、本当に美味しかった。おぉ、いいね。確かに、美味しい。うん。なんか瀬戸内海あるから、海のものがね、美味しい。そうだね。海も綺麗だからね。じゃあ、海とちょっと反対じゃないけど、なものを私は書きますね。料理は、うん、もういつも SNS に、だいたい食べ物が載ってるから、もうめちゃくちゃ知ってそう。知ってます。でも私も若干シンプルなものに行きたいと思います。うん、私は、こちら。神戸牛のステーキ。絶対美味しい。はい。でもこれも私もファンのおかげ、ファンの皆さんのおかげっていうか、企画でね、神戸にロケ行った時に、そう、食べてめちゃめちゃ美味しくって。もうなんかね、山口と神戸にめちゃ真逆。そうだね。場所も真逆なんですけども。でも他にもいっぱいあるよね。うん、ある。だからお土産とかもね、また今度いつか、ね、紹介したら、うん、ぜひ。食べてみてください、どっちも。はい。エイゴさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあ次、ももちゃんに選んでもらおうかな。はい、行きます。はい。ストップ。はい。お、誰かに言われて嬉しかった一言。おー、あ、でも、うん。じゃあ、お題かけますね。お願いします。でも、うん。いっぱい言ってもらってるけどね、普段から。そうなんよ。だけど、みんなが言ってくれたけん。誰が。そう。ねえ、わからんけど。うん、そうね。特に。なんかこれ今自分を自分で褒めるみたいな感じ。恥ずかしいけど。確かに。今まで言われた言葉でだから。うん。書いてみよう。よし。意外と難しいよね。思い出したら嬉しいけど恥ずかしい。アイさん、ありがとうございます。アイさん、ありがとう。はい。意外ですね。じゃあ、みほりん。はい。行きましょう。いきますと。はい。綺麗なお手本のダンスだねって言われたのが覚えてます。え、でもいつも言われてない、うん、いやー、いや、そうなんよ。なんか、多分誰か先輩も言ってくれて、うん、めっちゃ嬉しくて、ってなって、もうその日ずっとこれが頭の中に。え、なんだろう、いつも手から足まで綺麗だから、手から伸びてるから、すごい。綺麗だよ。四角とかだろう。うん。嬉しいよね、ダンスとか。そうそうそう。
なかなか細かいところ。うん。っていうか、よく見てないと気づけないところだからさ。うん、いや、嬉しい、本当に。もうちゃんも。ああ。お、思い浮かんだ？やってみたい、お仕事。やってみたい。やってみたいお仕事か。うん、いっぱいありすぎてさ。そうね。決まんない。決まんないよ。一番は何か。一番？頑張って。お、書けました。はい、書けました。ももちゃんのボタンへどうぞ。はい、船で魚釣りのロケ。おー、確かに魚、そう、釣るのって言ってたね。そう、大好きで、うん、けど、釣りとかはあんまり本格的に一人でやったことがないので、うんうん、なんか教えてもらえたらいいなとかって思っちゃうけど、うん、よくマイケルさんとかが、うんうん、釣りのやつをいろいろやってるので、うん、ちょっと私も弟子として嬉しいね。確かに一切まだ行ってないよね。あ、そうなんだ。なんで、まだ全然初心者なんだけど、うんうん、ちょっとずつそういう魚関係のお仕事とか、おー、やっぱやれたらいいなって、うんうんうん、思う。でも、この他にもありすぎて、あんま決まんなかった。そうね。はい。ミホリンは思いついてる？はい。私はもう、もうあれしかない。あれしかない。もう、あれしかないことを書きます。どうしようか。ハートつけとこう。はい、こちら。はい。じゃん。大食いのお仕事。やっぱり。はい。もうね、この間もなんか食べ物のね、関するお仕事はいただけたんですけど、まだまだ全然ね、まだまだ募集中なので、まだ大食いはもうちょっと本領発揮できるかなって感じなので。すごい。はい。まあ、この釣ったお魚をもう山盛り食べるとかでも。確かに。もうね、それ、リレー形式みたいな感じでも。でっかいの釣らなきゃ。うん、お願いします。お腹いっぱいならないんで。うわぁ、もうメモリーは本当にね、すごいもん。ね、そんな、ブラックホールみたいな。うん、確かに。どれだけ入るんだって思うし、なんかね、でもみんなもなんか、ちょっとお腹いっぱいかもって思っても、うん、もうちょっとなんか食べてみたらいけるんじゃないと。やってみてほしい。いけるし、ちょっと。でも、ちょっとお腹張ってきたなって思うところが多分普通の人と違うの。あー、そういうことか。遅いんか。なるほどね。だからか。しかもなんか、うん、この間見たのは、うん、一味の量がすごく。あー、そう、激辛も得意なんで。そうそう、だからいろいろなジャンルをいけるね。うんうん、うん。強い。コンテストとかさ、激辛のやつとかも強そう。うん、あ、じゃあ、いつか、本当のコンテストに、ね、出場させていただきたいと思います。じゃあ次、行きますか。はい、ももちゃん。はい、あ、もう、時間経っちゃった。あら、あっという間に。あっという間でしたね。そうそう。じゃあ、時間ね、次回はまあ、いつかまた、ということで。はい。はい、そろそろお時間となってきましたので、はい、最後に私たちからね、告知をしたいと思います。はい。はい。今年の3月18日、金曜日に、神戸国際会館国際ホールにて、うん、STU48 岡田奈々ラストコンサート、セーリングデイフロム7が開催されまーす。やったー、嬉しい、ね、本当に楽しみ、ね。ちょっと最後ってのは寂しいですけど、うん、でもね、はい、こうやってみんなで一緒に何かができるっていうのが、うん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 、嬉しいね。うん、はい、このコンサートは岡田奈々さんの STU48 としてのラストコンサートになります。うんうん、みんなで奈々さんにも感謝の気持ちを込めて挑みたいと思います。はい、詳しくは STU48 の公式ホームページをご覧ください。お願いします。はい、お願いします。うん、寂しいですけども、はい、今回の収録もね、これで終わっちゃうんですけど、次回の収録にはどんなメンバーがね、やってくるかね、また私たちかもしれないし、わからない。わかんないので、ぜひお楽しみに。はい。はい。ということで、番組に関することは、イオンモール岡山のホームページにある、STU48 のもっと STU の公式のホームページでチェックしてください。はい。番組にもどんどんリクエストをお寄せください。公式ホームページの応募フォームからリクエストができます。はい。はい。放送は毎月、第2土曜日の夜8時から、
再放送は第4土曜日の夜8時から放送されます。はい、それではね、最後に私たちのね、初選抜だったね、ね、曲ですね。はい、あの曲を聴きながらお別れです。はい、それではまた次回会える日まで。バイバーイ。